歴代の墓、では吉川氏は、日本の士族。大江氏の支流である、佐賀江大江氏の一族である。居城は、吉川達。佐賀江僧を支配したのは、佐賀江氏だったが、では吉川氏は、大江氏着流に当たるため宗家と称した。佐賀江宗吉川は、鎌倉幕府より、大江広元が、自童に任じられた際、ただとしずなが木代として寄居した地である。 ひとしずなはこの地が、古地節国忠郷吉川村に似ていることから、吉川と名を改め居住したとされる。大江広元が亡くなると、着難で、佐賀江そうに占拠していた、大江近弘が吉川に、阿弥陀堂を建てて、葬病としたという。昌平23年、大安元年、二代鎌倉久保、足利氏光、宇州丹大、柴金井より、欧州官令。 大崎忠持が攻め寄せた漆川の戦いにおいて、総大将、大江重信はじめ、一族六十一名が犠牲となる大敗を喫すと、佐賀江時氏は、佐賀江の地に移り佐賀江氏を称し、溝、縁茂信の維持、家広に宗家を継がせたという。その後、代々備前神を称し、血脈が途絶えると、同族の左、沢氏、白岩氏から養子を取り存続している。また、 白岩市四大万強、佐賀市十八代、高本、柴橋より津奈良を排出した。天正十二年佐賀市が、最上氏市によって滅ぼされると、当主、高広も自害氏吉川市は一時断絶する。高広の子、吉光は、足なしを頼って、合図へ落ち延び出家し、その後佐賀市旧神羅の単元により、吉川阿弥陀堂で、 大江総病を守ることを、最上義よから許された。総体であったが、慶長では合戦に出陣した様子がうかがわれる。しかし、慶長八年受祭と、着死広道は、最上義よが暗殺された際に共に撃たれた。江戸時代を通じて、金中山無料樹院の従事を務めた。ことぶきひとしの小吉町は、徳川秀忠から御主院を受け、その子、 天佑は次男であったため、羽黒山に入り、中高の祖と呼ばれた。二十八世紀綱は、徳川家光から御主印を受け、その高いに伴って、日光山で農協した。その後代代わりで、徳川家綱に配越した。家光三回忌、家康五十回忌、家綱高い時の農協などを行った。徳川家の農協は八代将軍、徳川吉宗の葬儀まで続いた。 道が利光ミツキッショウイ大禅城門専法師。兄弟と共に、白岩六で被害に愛眼絶したという。実信行公、天根岳因伝デ記秀光大禅城門大砲、因伝寺安森光大禅城門襟人伝、窓かとも大古寺松岩寺殿雲、林テルツナ大古寺八津沼城主。ミ秀。ありがとうございます。